どうもしゅんです。こんにちは。皆さん大変なことが起きました。僕のチャンネルに定期的に出てるゆかしという同い年の大学女子大生がいるじゃないですか。そのゆかしがね、 YouTube チャンネルを開設してるんですよ。しかも僕の知らない男2人と YouTube チャンネルを始めてるんですよ。これは完全に浮気ですよね。ありえない。びっくりして、僕 Twitter で YouTube チャンネル始めましたみたいなゆかしのツイートを見てショックでしたよ。僕はかなり、僕という存在がありながら彼女は他の男2人とまあまあイケメンな2人と YouTube チャンネルを開設してるんですよ。こんにちは。こんにちは。今日顔芸にしてるんですけども、私ちょっと取れるの大学の単位だったら A 評価とかする。確かに私ラスさんと。おい、ありえなくないですか皆さん。これは完全に浮気ですよね。浮気された人の気持ちがすごい分かった気がします。ここら辺がね、なんかムズムズするというか、これは恋なんでしょうか。この浮気の事実を問いただしたいなって僕は思いまして、ゆかしをこの家に呼んでます。お願いします。やっほー。ちょっと座りなさい。ちょっと私は今日あなたに言いたいことがあるんですよ。はい、どうぞ。見ました、僕、うん、この間ツイッターのタイムラインをスクロールしてました。はい。そしたらなぜかゆかしが YouTube チャンネル始めましたって言って、まあ、それならまあまあびっくりしましたけど、まあまあ個人の問題だし、まあいいとしましょう。ただ知らない男2人がいるじゃないですか、はい、どういうつもりなんですかそれは。どういうつもり、はい、誘われたからやろうかな、はい。誘われたら何でもやるっていうことか。いや別にそういうわけじゃない。そういうわけじゃ全然ないけど、はい、まあ、なんか自分で小さいチャレンジをね、うん、たくさんやってたりとかあった時にね、うん、まあ、一人ではやれることには限界があると思うから、うん、あ、まあいいんじゃねみたいな感じで。なるほどね。始めましたよ。いや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 、ダメだってそれは。なんで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 。ちなみにその、ゆかしと一緒にやってる男の子二人は何者なの。早稲田の後輩。あ、2人とも後輩なんだ、うん、で後輩でやろうって言われたからやったって。そうそうそう。いや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 、ダメだってそれは。なんでなんでなんで。もともとなんかやりたいなっていうのは漠然とあって。あ、あったんだ。うん。あ、そうなんだ。そうそうそう。え、なんで。え、コメント欄にゆかしチャンネル待ってますみたいな、いっぱいしゅんくんのね、うん、しゅんダイアリーのコメントで来てたから、うん、あ、いいな、楽しそうだなみたいな。うんうんうん。いや、じゃあしゅんダイアリーに出てくれよその分。あの、旬ダイアリーだからね。旬ダイアリーだから。いや、全然ゆかしダイアリーじゃ全然チャンネル名変えるよ。ゆか旬ダイアリー変えるよ。ゆか旬ダイアリー。もし、じゃあちょっとタイミングが早かったら OK してたかもしれない。そうだね。マジで。うんうんうん。チャンネルを解散とかはしないですか。今のところ予定はないですね。そうですよね。そういう。いや、俺はすごい悲しかったよ。あら。あら、そう。あら、あら。悲しかったよ。で、いろんな人が、撮られるぞ、みたいなコメントをね、たくさん送ってて。そう。ツイッターのダイレクトメッセージとかも、ゆかしさん、YouTube チャンネル始めてます。これでいいんですかみたいなコメントがいっぱい来た。しゅんさん、頑張ってください、みたいな。撮られないでください、みたいな。ゆかしがチャンネル技能が強い。そうなんだ。うん。しかも、男女3人で、うんうん、絶対伸びるやん。悔しい。めちゃくちゃ悔しい。悔しい。え、なんかこれはなんかネタなのか本当なのかも私は分からなくて、うん、逆にちょっと待って。じゃあ、はいはい、俺が、他の女の人と例えばカップルチャンネル始めましたって言ったら、うん、嫌じゃない。特に感情は一方通行ですか。私の一方通行なんですか。え、何も無感情。うん、なんか普通面白かった。あのミュージックビデオのパロディとかも出てた、うんうん、あの女の子、うんうん、前前前前すごい面白いなと思って。なるほど、ね、ペアがその面白いって何。なんかいいなと思って。あ、なるほどね。そうそう、まあ、そうなんで、このクマちゃんにね、うん、支えげたらいいって。いや、本当に買ったよね、クマを、ね、その後にやっぱゆかしの動画伸びるんやって。なんでだろうね。マジで伸びる。なんでだろう ね多分ね、ゆかしだから伸びるってわけじゃなくて、うん、私としゅんくんのコンビだから伸びるっていうのは割とあるんだっていう、ね、あるのかな。いや、そうなのかな。なんかよくだってほら、この2人の組み合わせが好きですみたいなコメントとかもやっぱ多いから、うん、なんか多分そういう感じなんだと思う。なるほどね、うんうん、じゃあお互いにウィンウィンな関係っていうことね。うんうんうん。ファンの人にとってはウィンウィンの関係。あ、なるほどね。なんだと思う。当事者にはそんなにあんまり関係ない。そのまあ、ゆかしの個人の活動だから別に、まあ、それは良しとしましょう。だから、はい、僕としてはあのたまにでいいので旬ダイアリーもこれから出てほしいなっていうお願いがあります。はい、もちろんです。
ありがとうございます。はい、これから1週間ゆかしの動画多くなると思うので、よかったらチャンネル登録お願いします。はい、あとゆかしのチャンネル、新チャンネルも宣伝したくないけども下に貼っとくのでよかったらチャンネル登録と動画を見てみてください。はい、はい、ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあもう一回やろう、もう一回やろう。ずれたね、ちょっと揃えよう。じゃあちょっとせーのってやっぱ言おう。オッケー、うん、ちっちゃい声で言えるじゃん。はい、ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。